つが届きました。はい、ちょっと待って、ちっといた。はやです。チャンネル登録よろしくね。今日ははい、今日はかのさんにもう一つのプレゼント、はい、荷物が届きました。はい、かのさん最近足がバタバタよく動くようになりました。はい、で手もこう動くようになったので何かおもちゃを買ってあげたいなっていうふうに思ってました。はい、まあ実際は生まれてすぐ買ったんですけど、はい、それを開けてかのさんにプレゼントしたいと思います。はい、一斉のでポン。こちらバングッドさんで購入したおもちゃになります。はい、赤ちゃんを寝かせてこう上からぶら下がってるおもちゃとか足元の音が鳴るおもちゃとかあるそうです。電池が必要なおもちゃなので用意しました。はい、じゃあ開けていくよ。レッツトライ。はい、微妙に見えてるね。はい、じゃあ開けましょう。あ、こんなおもちゃなの。はい、組み立ててくださいなんだね。僕これ好き。好き？組み立てるの好き。はい、じゃあ全部出してください。じゃあ組み立てていきます。はい、だけど中国語で何書いてあるかわかんないです。わかりません。はい、ということで、まあ勘で組み立ててきます。ちょっと待って、ちっといた。はい、じゃあできました。全体はこんな感じです。はい、かわいいうさちゃんのシートに足元にはピアノ。はい、ピアノですね。足で蹴飛ばすやつだよね。こうやってやったら音楽が鳴るやつで、はい、これぶら下がってるのが触ると音が鳴るタイプと、あとこれは鏡だね。じゃあ音を鳴らしてみましょう。スイッチオン。一番最初は単音なんだね。その次は押して、あれ変わった。じゃあ違うボタン。あ、一つのボタンでもいろいろ違うんだね、これはね。じゃあもう一回押してみよう。はい、歌だ。あ、曲変わるんだ、すごい。はい、ということでこれをカノに届けに行きます。はい、ちょっと今寝てるので後で取りに行こうね。はい、じゃあカノさん起きたので乗せてみましょう。はい、よし、はいよー、カノさん、おー、そう、上手上手。お、スカスカって、ちょっと音が大きくてびっくりしますね。はい、じゃあちょっと変えてみましょうかね。これ鏡に顔が映ってるみたいですね。見てる見てる。かなさんキック。あ、おとなしくなっちゃった。ちょっと音やっぱ大きいね、台では。はい、音をちっちゃくしました。惜しい惜しい惜しい。そっちじゃない、そっちじゃない。鍵盤はそっちじゃない。キック、キック、届かないよ。もうちょっと食べて。そうそうそう、もうちょっともうちょっとした、もうちょっとした。もうちょっとした。そっちじゃないな。
ね、まだね、あんまり見えないんだけど、おー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 、見えない、上に這い上がってくるんだって。うん、なんか鍵盤蹴って上に上がってきてるよね。また新しくカノの武器が一つ増えました。はい、あと大きくなって座れるようになった時に変形するらしいです。はい、で白いの開けて、はい、はい、これ机？そうそうそう、座った状態で鍵盤叩けるようになるそうです。まあ本格的に遊べるようになるのはもうちょっと先かな。はい、早くびしてます。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。